人みたいな。はい、うるさいです、皆さん。失礼しました。あ、これはピンチ。よし、ナイス。よし、ナイス。よし。はい、前回に引き続き、マリオゴルフを、やっていきたいと思いますが、1回戦、山根さんと僕の戦いは僕が勝ち、黒沢さんと池田さんの泥試合は池田さんが勝利ということで。勝てばいいんです。正直ですか、黒沢さん落ち込みすぎ。全然ない。ということで、決勝、まあ、これも芸能ゴルフですよね。そう、まさかの池田さんにゴルフが勝つというね、時がやってまいりましたよ、山根さん。ようやってきましたね。ね、これあの泥試合見せられて負けたら俺もうねスイッチ触んね。そうですね。マジで触んね。置いた方がいいやつ。もうやめる。もう難しい、娘が使えばいい。ということで、じゃあ決勝やっていきたいと思います。はい、コースどうしましょう。さっきのエントリーコース、一番初心者コースと、まあ我々が山根さんと僕がやったちょっと難しいコース。これじゃあハテナハテナハテナ。これはまだ出てない。ランダムじゃあランダムで機械で決めてもらおう。ああ、そうしましょうか。はい。これ何ホール？三ホール。三ホールマッチ。お、三ホールマッチ。はい。オッケー。スコアにします。マッチにします。これは決勝なんです。スコアに。スコアでいきましょう。今レギュラー。はい。チャンピオン。はい。どっち？え？レギュラー。レギュラー。急に終わる。レギュラー欲しい。普段だったらレギュラー絶対言わないもん。だって難しいコースだと実力差が出るからなるべく優しい方に。なるほど。方は普通。普通。スペシャルショット。なんですか。よくわかんない。わかんないらしいですね。はい。ということで、はい、じゃあこれで3ホール。はい、じゃあ、山根さんと黒沢さんの解説でお願いします。はい。はい、じゃあスタートします。トップバッター。はい。オーナーは日野から打ちたいと思います。はい、あ、ここやったところだ。え？あれ？あ、これ、さ、一番難しいこれ、一番最初にやったところだ、ね。あ、でも違う。池じゃない。池だったでしょ。いや、池次じゃなかったでしょ。2番ホールでしょ。そう、2番ホール。これ一番最初にやったところ。そうですよね。難しいやつ。山根さん、あそこのなんか西山さん。これに当たったっすよね。はい、そういうことか。でも、これどうですか？解説。黒沢さん、どの辺に打ってた方がいいですか？これ、やっぱ真正面ですかね。風、まあそうですね。2メートルぐらいしかないんで。ああ、風。ああ、やばった。
池田さんチャンス、池田さんチャンス。なんかひねるとそっちなんか影響するみたいですね。そうだよね。書いてあったんですね。書いてあった。こうひねると。ドローが出る。その解説欲しかったんです。きます。はい。はい、あー、大丈夫。あー、でもこっちが過ぎたっすね。なんか、あれ、羊が当たるんじゃないですか。羊、食われるんです。あー、羊の下。あー、これはピンチ。皆さん、これ羊の下、これ羊の下、羊ちょっと待って、羊ごと歌ってるけど、マジで危ないもんじゃないの。これ羊の下がりですね。あー、むしろ。あー、でも左巻いてる。あー、ちょっと捕まえちゃった。あ、捕まえちゃった。あ、バンカー。あ、本当だ、バンカー。わしゃしゃしゃ。わしゃしゃ。またバンカー。もう日野さん、だいぶつま先下がりですね。結構こっちだいぶ切れる感じですね、これね。全然届かねえし、グリーン。パンテ、あ、顎が高いから。あ、どこまで上げられるかですね。上がりピンクっすね。そういうの？いや、多分当たると多分ここ切れるのかな。はい。いや、じゃあ本当持ってんじゃない？持ってないです。本当に持ってない。持ってったら勝つんじゃないですか。確かに。じゃあ行きますよ。はい。はい、あー、大丈夫。あー、すげー曲がってる。わー。これはいい。どの試合？あ、もう一回。いい試合です。目玉する。目玉。皆さん、目玉あるんですか？いや、嘘っす。なんだよ。いきますよ。はい。お願いします。あー、強い。あー、やばい。バンカー難しいかも。バンカー難しい。ちょっとなんかね、強く入れなきゃと思って。そう。ちょっと入っちゃう。入っちゃう。リアルなフィーリングがだいぶ出てる。そう。これ、泡当たるんじゃないですか、これ。開けてから、こう、あー、結構高い。フェンス開いてよ。アウトサイドいいんだよ。おぉ、怖いけど。待てか、待てか。なんででかいんだろう。やばい。ナイス、リカバリー。転がしていきます、転がし。え、番手上げて9番とかであれじゃないですか。転がした方がいいです。転がし。そうなの？いやいやそうなの。お得意の9番転がしてみる。いや、もう3分の1ですよ。おぉ、いい感じ。おぉ、うまい。ナイス。これラスト。ヒノさんまた難しいですね。なんかね。ほぼゴールですね。そうだね。ああ、でかい。これヒノさんの寄せ次第でだいぶこのホールが決まりそうです。いきますよ。はい。お願いします。おお。よし。ナイスリカバー。ヒノさん、スネークですね。スネーク。だいぶ盛られてる感があります。解説、黒沢監督どうでしょうか。スネークではないです。ちょっとでかいですね。池田さん、バンテ下げたらちょうどいいですよ。バンテ、そう。
いや俺ちょっとフックするから、はい、ちょっと右のバンカーからの狭いピンに狙うっていう。なるほど。すごい真剣に。すごい。癖を読み解いてますね。ああ来た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 。これドンピシャじゃないですか、ドンピシャ。おお。なるほど。やっぱ、ちょっと待って、本当に癖を読み解いて、やっぱこれゴルフってゲームでも関係あるんだマジでバーディーチャンスです。これはだいぶ皆さんプレッシャーだと思います。はい、あーうまい、はい、おーやばいでかい、あーガッシャーしてたら入ってたな。もう止まらないよ。ピンチ、日野さんピンチ。これストロークなんですよね。そうです、そうなんですよね。ちょっと待って、ライン曲がる、曲がりそうじゃない。俺はそれは曲がりそうな気もしますね。だいぶ上りなんで強気でいいね。いきます。はい、あ、いい、いい、あ、強い、強い、あ、ちょっとアドレナリン出てるっすよ、さ出てるね、あ、アドレナリン出てるね、今だいぶアドレナリン出てた、ね、出てた。池谷さんのは下りスライスですね。はい、あ、いい感じ、いいタッチしてます。おお、おお、いや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 、ナイス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 、これせめてこれこれ入れると最終ホールに、そうですね、とりあえずまだこれ入れればボギーやわ。いきます、お願いします。はい、ナイス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 。いや悔しい、なんか俺が池田さんそっからタップインで大きい入れることがあるんだよ。あ、ナイスだ、ナイスだ。ちょっと待って、さっきさ、おじいちゃん二人の同時代どうなってるの。めっちゃお前よ、すごい、イケメンさんがどんなスキルアップしてる。ちょっと待って、ゲームでも勝てないの俺。残るとこ最終ホール513ヤード、池田さんのどうでしょうか。黒沢さん、このコースはどんな感じでしょうか。パー5なんで、はい、実際のゴルフだったら結構チャンスはあると思うんですけど、なるほど、ゲームなのでちょっとその辺がどういう攻め方がいいんですかね。どうですか、これ2ダウンできるんですかね。ちょっと無理なんじゃないですか。228しか飛ばないんでギリギリ届くかなっていう感じですかね。ショートカットしてから、なるほど、はい、クッパはいけそうですよね。ね、いけそうですよね。じゃあ池田さんに言うってことですか。そういうことになりますね。クッパポイ、俺がクッパポイ。いきます、お願いします。おー、ナイショー、うめぇよ、ちゃんとドローかかってる。おー、ナイショー、いや、うまいわ、フォローに乗ってって。マジで、あー、ナイショー、ちょっと待って、皆さんマジでうまいわ。ほんと、いきます。はい、お願いします。ちょっと待ってね。おー、ナイショー、ナイショー、ナイショー、いいんじゃないこれ。いい勝負です。やっぱクッパの方でも飛ぶんだな。あー、飛距離のアドバンテージは、あ、ちょっと邪魔じゃねこれ。キー邪魔っすね。そうだよね、だから俺右狙ったんだよ。あー、なるほど。だいぶ分かっちゃった。なんかだいぶ後付けっぽい感じで。いきますよ、いきます。あ、当たった、あー、当たった、当たってもだ、皆さん。おっと、やばいよこれは、ピンチ、やばいな。これかかるっすね。これなんかひねったら曲がるらしいんで。あ、でも大丈夫、ね、インテンショナルフック、インテンショナルでいけるんじゃないですかね。インテンショナルフック、ちょっとどんだけ曲がるか見てみたいですね。そうですね、見たいですね。これだよね、こういう
感じのところですね。一歩オッケー。ドライバーじゃなくていいですか。ドライバー？ドライバーもいけます。はい。よし。はい、2打目。いきます。お願いします。ああ、よいしょ。フックしね。フックしない。フックはしてないけど。ああ、でもいい。いい、いい。マジか。いいとこ、いいとこ。ああ。よいしょ。よいしょ。俺無理じゃんこれ。上げられないよこれ。木が目の前ずいぶん高くないし。もう届くから行くしかないし。まあ行くしかないけど。これ木が当てていきますから。ああなるほど。木が当てて貫いていくから。ああ貫いていくから。貫いていく。なるほど。はいよ。はいお願いします。行きます。はい。おお。これどうです？ち
ちょっと今度14のからヘッドオフィス持ってって、はい、いろんな人捕まえて、はい、あの会社でナンバーワン決めますか。ああ、それもいいかもしれないですね。でもなんかモサイいそうじゃないですか、ゲームめっちゃうまい人とか。いそうっすね。誰かで池田さん倒したし。そうっすね。多分いい人いると思います、社内。これでさ、なんか本当のさ、クラブみたいなさ、なんかミニクラブみたいな、あ、さっき出てたよ、はい、で重さとかバランスとかが本当のクラブみたいなやつがあって、はい、家の中出てきたら、はい、すげえ練習になるよね。確かに黒沢さん、これいけないですか、作れないですか、これがカチャッとこう固定できたらセットできる、作れたらいいですね。で、ボタンがこうやってグリップみたいにこう押してればいいよね。そうそうそうね、そうね、いけちゃうんですよ、クラブにこうカチャッとくっつける。グリップのところチョキって、そうだね、こにそこにこうグリップのこう丸いやつにこう上からカチッてはめる。これもう黒沢さんに頑張って俺14真剣にマリオゴルフ参入ドライバー作る、完全的に作ってみたやってますかね、これね、はい、面白かったこれ、意外に面白かった、面白かったですね。もっともっとグダグダな感じになると思いました、はい。そしてまた池田さんが勝つってことね。ちゃんと。知的にもね、ちゃんと。そうですね。はい、ということで、今回、マリオ、スーパーマリオゴルフ、はい、スーパーラッシュでしたっけ、はい、ね、こちらの方を、ポティの皆さんとやってみました。結構リアルで、面白いゲームでした。そして、ゲームでも池田さんに勝てませんでした。そしてゲームでも山田さんに勝ちます。結構リアルな、この流れが ね、もう出来上がっちゃってますね。ちょっと第2回あると思うんで、ぜひ皆さん練習しといてください。はい、了解しました。じゃあありがとうございました。ありがとうございました。マジ悔しい。マジで悔しい。だってさ